アイテム番号 SCP-491JP。オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-491JP は現在、特別な対応は必要ありません。類似のオブジェクトの目撃例が確認された場合、以下の特別収容プロトコルにて対応を行ってください。SCP-491JP の出現地域内における、建築工事予定のない土地は財団の管理下に置かれます。有刺鉄線などを用いて、任の立ち入りを禁止してください。また、SCP-491JP 出現地域内の小中学校において、放課後は速やかに帰宅するように指導することを、教職員に対して徹底周知してください。また、7零日程度の間隔で、SCP-491JP 出現地域内にて誘拐事件が発生したというカバーストーリーをルフしてください。SCP-491JP への対抗プロトコル確立のため、財団は日本政府に対する技術供与を行い、早急にツンドラ、アレイ情報ルフ機関の確立を行ってください。日本国内におけるツンドラ、アレイ情報ルフ機関は1953年2月1日より稼働開始しました。本、プロトコルにおいてツンドラ、アレイ情報ルフ機関に対する活動などは不要です。説明 SCP-491JP は関西地方を中心とする地域に出現していた小型トラックです。荷台は、福神座、という文字の入ったホロで梱包されていますが、ホロの側面に2m×1m の切れ込みが入っており、内装の一部が観察できます。SCP-491JP は12時から16時までの間に住宅街に出現し、駐車可能な空き地や広場、公園などに停車してその場にいた児童等を相手に、荷台を覆うホロの切れ込みを舞台に見立てて人形劇を上演します。人形劇の上演中、観客は人形劇を食い入るように鑑賞します。鑑賞後、観客には人形劇の内容に関連した文言が精神的な刷り込みとして施されますが、月に一度程度思い出す他には特異な効果は確認されていません。また、SCP-491JP は走行中に誰からも視認されていない状況になると姿を消す現象が報告されており、限定的なテレポーテーション能力を有していると考えられています。SCP-491JP は1946年に、無許可の人形劇が路上で上演されているという通報により、財団がその存在を捕捉しました。当初は無許可紙芝居と同様に、SCP-491JP 出没地域のパトロールによる上演者の逮捕を計画していましたが、走行中の蒸気の性質により逮捕に及ばず、GHQ から財団への協力が申請されました。財団は SCP-491JP に対し合計200名の人員を用いての捕獲作戦など、複数の方法での収容を試みましたが、SCP-491JP 自体が発行するなどの妨害によりいずれも失敗しています。財団が SCP-491JP と児童の接触を回避する方法を採用したのは、1950年代に入ってからのことでした。財団による空き地の買収を通じた SCP-491JP の停車可能な場所の封鎖と、民間企業への技術改変支援に伴う1953年のツンドラ、アレイ情報ルフ機関の稼働開始など。社会環境の変化によって1960年までには SCP-491JP の観客は大幅に減少しました。そして1967年の8月を最後に、SCP-491JP の出現例は確認されていません。現在、SCP-491JP は活動を完全に停止していますが、人形劇を上演していたと思われる集団は補定劇団福神座として活動していると考えられます。補定劇団福神座、及び関連するオブジェクトへの対応については、個別の特別収容プロトコルを参照してください。SCP-491JP が上演していた劇の概要と精神に刷り込まれる文言一覧、章。演目名、寺小僧寺尾役。内容、焚き火の不始末による火災で焼け死ぬ少年僧侶の喜劇。刷り込まれる文言、子供たちよ、火の始末は確実に。演目名、毒虎仙人。内容、毒の煙を口から噴射する虎に変身した仙人による武勇劇。刷り込まれる文言、人よ、人よ、病から身を守れ。演目名、雷光大活躍。内容、若き格闘映画仲間と共に悪党と対決する活劇。刷り込まれる文言、友と友情、いかなる時も失うことなかれ。演目名、電気人間と目玉大将軍。
内容、人の心を見え透かす巨大な眼球の怪物を、発光する男が退治する。刷り込まれる文言、太陽を見るな。演目名、編集済み、と。内容、身近な生物による合唱。犬、や猫、馬、と、狐など登場する人形の数は最も多い。刷り込まれる文言、と忘れせよ。